こういう角度になっていくじゃないですか、マッピーが。あーらーらーって。これが、角度は今こうできてたんですけど、上野さんから見て、右上、北東に行ってほしいわけですね。合ってますね。鏡写ししすぎて、どっちがどっちか。北東に。行かせてたつもりが、この1の移動が足りなくて、角度の移動だけになった面があって、逆に南西に行きそうになってたんですよ。なので、アムシャモーションは基本的には1の話。ただ、位置が変わるってことは、接してる地形が変わるので、角度変わるよね。だから角度も変わるんですけど、てか角度変えないとピタッとくっつかないから。でもその角度の方にだけになると、位置が思ってるのと逆方向に行ったりすることがある。回転運動があるからね。なので下がるときに、もうずるっと、ずるっと。そう、今の動きだとこう言ってるんですよ。なので、ちょっと予行演習、楽器ごそれ顔 楽器ごと、それ腰で言ってます。ちょっと外して、口からこっち、あ、顔がいきますね。楽器でもそれもね、こう回転してるので、そうです、そうです、そんな感じ、そういう感じ、そういう感じです。試してみましょう。タリリリが、上げなあかんくなってます。だから顔が動かずにだと楽器の動き少なくて済むし、顔が反対方向にちょっと動いてくれたら、さらに少なくて済みます。意味わかります？まあ、なので、あ、そう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 、で、なんなら顔こっち、ああ、そうです、そうです、そう、その首の動き使ってみましょう。多分すごい吹きやすくなる、あっとかどうかやってみましょう。自分でハードル上げた。感触と全く違うので、これが正解でこのままいっていいのかっていう。今までとどう違いますか？ここに当たってる圧力が全然ない、ないというか、当たってる感覚がなくて、低い音の時、そう、だからそれが果たして正解としてこのまま信じていいのかっていう。なるほど、まあ検証が必要ですね。もっと今のやってみましょう。
なりロベ、あんまり低音の大音量出さない人、そういう、こう方針がある。いや、というか今までその役割で与えてもらえてなかった練習してこなかったってな。今売り込み中です練習してこなかった、はい、これだと吹き込む余地ができる感覚って増えますかね。疑問とか、気になること、不安などがあったら言ってください。